命が大事、今すぐ損壊、子供を守れ。今年6月24日、郡山市の小中学生14人が郡山市を相手に福島地裁郡山支部に年1ミリシーベルト以下の環境で教育を実施することを求めて緊急の救済手段である仮処分を申し立てました。仮処分の手続きは今週初めに郡山市の反論の書面で延長戦の前半を終えました。郡山市はその中で私たちが指摘した低線量被曝の深刻な危険性という問題に何一つ真正面から反論しようとせず、単に次のように言いました。その後順調に学校での放射線量は下がってきた。第二、申し立て人の子どもたちも親も転校する自由があって危険だと思えば転校すればよい。郡山市はそれを妨害してはいないと。第三、郡山市は子どもの学校滞在時間以外は完治しない。それは子どもたちの保護者によって自由に管理されるべきものだから。第四、子どもたちの安全な環境で教育を受ける権利、これを侵害しているのは東電であって自分たちではない。第五、自分たちは学校で放射線量の低減化のため可能な限りの努力を尽くしている。だから子どもたちの安全な環境で教育を受ける権利は侵害していない。以上から郡山市には子どもたちを安全な場所に避難させる義務は負わないと。これは人権宣言の正反対とも言うべき人権放棄の宣言です。そうだ、そうだ。ここには希望が一つもありません。あるのは絶望だけです。僕は福島県出身でも東北出身でもない関西の人間です。でも今皆さんが与えられている不条理、これは明日の自分たちの姿だと思ってます。この明日の自分たちの姿、これは原発の震災は福島の人だけの問題じゃない、日本全員で、日本国民全員が考えなきゃいけない、そしてその責任を全員で負わなきゃいけない、それぐらい大きな問題だと思ってます。そして今行われている疎開裁判、14人の子どもたち今疎開裁判で戦ってます。どうして裁判をしなきゃいけないんだ、おかしいじゃないですか。国が率先して子どもたちを逃がす、そうしなきゃダメなんですよ。コミュニティを守るために、最悪でも子どもたち、そうじゃなければ大人たちも一緒にサテライト疎開をさせる、そうさせるのが普通だと思ってなかったですか皆さん。東京の方はまだまだ原発の事故は分かるけども、そこにいる人たちがどんな暮らしをしてどんな思いをして生きているかっていうのが分かりません。そういうことを私は伝えたいと思っています。子どもたちは、元気でいますけども、今日下の娘が一緒に来て新幹線降りた時に、まあ私のふるさとだと言いました。彼女は小学校4年でここの土地で生まれここで育ちました。私がお母さん、大きくなったら私はここで子供を産みたいからここで帰ってこようねって言いました。でもどうなるかわからないけど、そうだね、いつか帰ってこようねってそう言って今日は子供と一緒に来ました。皆さんの活動が全国に広まって、世界も広まって、福島だけではなくて世界のみんなが、世界のみんなが平和に暮らせるために私は生きていきます。東京にいても皆さんとつながってます。空はつながっていると私は毎日空を見ながら思います。今日は郡山にいて皆さんとこうやって行動できるのを嬉しく思っています。私たちは障害者自立生活支援センターのものです。3月の11日のあの大震災の日から
10人くらいで避難しました。私たちはヘルパーさんなしでは動けないのでヘルパーさんを連れて避難しました。3月いっぱいくらい避難したんですが、そしたら会場時間数っていうのがあるんですが、一人一人ね、その時間数がオーバーしちゃったんですね。そしたらそのオーバーした時間数を自己負担しなければなりません。でもそのなしに交渉 しましたが、どうも出してくれる、そう却下っていうことになっちゃって、今県に審査請求中です。で、今度の20日の日、口頭陳述があります。まあ皆さんももちろんね、お子さんもお母さんたちだからすごく大変だと思います。でも障害を持っている私たちもヘルパーを連れて避難する権利を認めてほしいと思っております。